本日は日本の空母がすぐにカタパルトが打ち上げた A35C を飛行させる可能性があることについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。今回の件で重要なのはフォードクラスの空母が10トンであり、イギリスのクイーン・エリザベスクラスの空母が6万5,000トンであるということです。護衛艦出雲と加賀はフォードのための1100フィートに比べて約800フィートの長さでちょうど2万7,000トンの重量を測ります。日本の船は電磁気カタパルト、高速装置およびコストを正当化するのに十分な大きさの空母航空力を収容するのに十分な大きさでしょうか。日本の2つの出雲クラスのヘリコプター駆逐艦はイギリスやロシアの空母と同様にヘリコプターから小型空母に改造され、新たに装備されたスキージャンプフライトデッキから F-35 ジャンプジェットを12機ほど移行させることになっています。しかし出雲がニミッツ級やフォード級の艦艇のようなカタパルトを装備した空母に変えられるとしたらどうでしょう。しかし海上自衛隊航空機の E2C、E2D、ホークアイ、F-35C、Lightning II、H-60C ホーク、V-22、オスプレイなど改造された出雲の上面図と側面図はおなじみの空母飛行甲板を示しています。2台の F-35 が突撃を待っているミッドシップに配置されていて、橋の近くにあり、船尾には2隻の V-22 が配置されているそうです。出雲と加賀は控えめに言っても奇妙な船です。彼らはスキージャンプではなくフラットトップのフライトデッキを持っているので短距離離陸機を発射することはできない。ただしカタパルトや高速度もないため A18 スーパーホーネットのような従来の空母ベースの航空機を発射することはできないそうです。しかし F-35C とカタパルトが護衛艦出雲を劇的に変化させるというのは控えめな表現でしょう。航空機やその他の複雑な機械は妥協であり F-35 の派生型に過ぎない。 F-35B はショートテイクオフおよび垂直着陸航空機であり、ニュートを追加するために傾斜した船首を備えた短いフライトデッキから発射でき、ヘリコプターのように着陸します。これによりカタパルト、その意味では地上のベース F-35A やカタパルトで打ち上げられた F-35C よりも用途が高いそうです。しかし F-35B は F-35C と比較してパフォーマンス、範囲、ペイロードを放棄します。ダースの F-35B と複数機のヘリコプターを接載するスキージャンプキャリアとキャリアを全く使用しないという選択の場合、その選択は明確です。しかし M35C を飛行させる従来の空母、さらに空母翼の有効性を大幅に向上させる E2 ホークアイレーダー警報機が可能だったらどうでしょうか。現時点ではジェネラルアトミックスが追加のビジネスを生み出すアイデアを浮かんでいるだけなのか、それとも日本政府がより有能なキャリアソリューションを積極的に探しているのかは分かりません。来年から2つの出雲はキャリアへの転換を開始することになっている。これは現時点にスキージャンプモデルになる可能性が高いとされているそうです。日本ではそれ自体がキャリアを構築している、ますます断定的な有能な中国海軍のカウンターウェイトとしてキャリアを望んでいます。それでもカタパルトを装備した出雲には疑問符があります。 EMALS カタパルトは問題に悩まされているそうです。電動レンジカタパルトは軽量で蒸気カタパルトよりも迅速に航空機を発射できると思われますが、 EMALS は信頼性の問題を抱えており、トランプ大統領はフォードクラスの空母に上下に切り替えます。おそらく最も重要なのはフォードクラスの空母が10万トンであるのに対し、イギリスのクイーン・エリザベス級の空母は6万5,000トンである。出雲と加賀はフォードのための1100フィートに比べて約800フィートの長さでちょうど2万7,000トンの重量を測るそうです。日本の船は電磁気カタパルト、高速装置およびコストを正当化するのに十分な大きさでしょうか。フォードクラスの空母はそれぞれ約130億ドル、クイーン・エリザベスは1編あたり約60億ドルの費用がかかりました。2つの出雲はヘリコプターキャリアとしてそれぞれ10億ドルを少し超える費用がかかります。それらを航空機を完備した従来の空母に転換するのにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。費用の数字がすごく楽しみですね。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。